去年9月の台風15号の際、敷地川とともに護岸の損壊や氾濫があった一雲斎川について、磐田市と県は流域治水を検討する会議を開きました。この協議会は、近年の気候変動を踏まえた総合的な水害対策をする流域治水を目的に設置したもので、天竜川水系の一雲斎川とその流域が対象です。磐田市では去年と今年の2度、太田川水系の敷地川が決壊し、周辺に浸水被害をもたらすなど、近年水害が深刻化しています。協議会には草地磐田市長をはじめ、市や県の職員が出席し、川の氾濫を防ぐための雨水の貯留整備などについて話し合いました。流域治水の考え方で、市民の皆さんたち、この流域に住む皆さんたちが少しでも安心できる環境が取り戻せるように、それぞれの立場でできることを全力でやると。磐田市などはハードソフト対策を盛り込んだ災害対策プランを年度内に策定する予定です。